薬屋の独り言13巻を読んだのでざっくりと話してみたいと思います。ネタバレありなので読んでない方はご注意ください。一応13巻が出る直前にウェブ版の日常編を拝読しましたが、ウェブで決済済みの内容に関してはほとんど変わっていない。とりあえず首吊りしたい事件、ラハンとヤオ関連の話、そしてマオマオとジン氏の関係性、後者は一応本筋のはずなんですが、率直に言うと自分はそっちにそんなに興味を持ってないんですね。はい、お好きにどうぞとしか言いたいことがございません。一方ヤオとラハンの話には結構となりましたね。こっちに関しては書籍版はヤオ視点で多少過筆されており、何かがあるのは確実になったので、そっちは結構気になります。書き下ろしの内容の中で一番気になるのはメイメイの見受けですね。相手はまさかの奇跡。これを見た時私もまあまあと似たような反応をしてしまったな。8割考えすぎだろうが、もしかすると変人メガネはフォンシェンの見受けの件でちょっと申し訳なさを感じたから紹介したかもしれない。まあ8割考えすぎだろうけどね。もう一つ気になるのはもちろんアキオ聖伝ではなくバセントリッシュの話ですね。そもそもこっちの話はウェブ版の描写の方が好きだったということもありますが、まあこの二人の話を読むのは嫌いではない。もともと皇帝の方もそういうつもりらしいなんですが、今回はより一層外堀が埋められましたね。カモのおかげかな。13巻の感想はここまでになります。ただウェブ版と書籍版の相違点はかなり出ているので、連載中の作品として今後の立ち行きが難しくなるではないかと。バセントリッシュの話は独立しているけど、ジョーカーの話は割と核心についているので、今後どうやってウェブと書籍版の両立するのか気になるところですね。というわけで薬屋の独り言13巻の感想は以上です。お気づきの点がありましたらぜひコメントでご教示ください。本チャンネルはいろんなコンテンツに手を出しているので、よければ他の動画や配信もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。